おはよう、はるか。今日から本格的にレッスンを開始します。残された時間はごくわずか。集中していきましょう。準備はいいですか？はい、よろしくお願いします。よろしい、では始めましょう。エクセレント、上々ですよ、はるか。ありがとうございます。なあ、はるかちゃん、レッスン中悪いけど急な仕事が入ったんや。説明するから手が空いたら事務所まで顔出してくれるかな？わかりました。急な仕事ですか、仕方ないですね。はるか、レッスンは一旦切り上げましょう。はい、ありがとうございました。うまくいったよね。お待たせしました。急でごめんね。早速やけど、スケジュール表を見てくれるかな？市民イベント、急な仕事ですか？そう、事務所の目の前にある公園、あそこで市民イベントやっててさ、その特設ステージ、今日イベントするはずやったタレントが風邪で声出なくなっちゃって穴が開いたらしいんや。急遽代役を頼まれてね。ええかな？ええ。ただ正直言うて、場所が場所やからね、あまりお客の数は期待できそうにないんや。そう言うたんやけど、社長がステージは場数が大事やって。わかりました。悪いけど僕は手離されへんね。山浦さんが会場で待ってるから。
ごめんやけど、急いで行って。はるか、こっちやで。こっち来たな、はるか。待っとったで。え、でもここで歌うんですか？来るはずのタレントが来えへんって言うたから客が帰ってもうたみたいやね。ステージの後には握手会もあったらしいんやけど、正直厳しい営業やわ。ま、舞台度胸はつくやろうけどな。なるほど。さ、ほんなら早速やけど衣装に着替えて。うん、なかなかええやん。ありがとうございます。さてと、客少ないし盛り上げる難しい思うけど、やれることやるしかないな。あんたの歌で人集めたるぐらいのつもりでやってみ。頑張りや。わかりました、やってみます。ほんならそろそろ始まんで。上出来上出来、客も集まってきたし受けも上々やったで。よかったな。あんたも自信ついたんとちゃう？ええ、ちょっと安心しました。うまくいったよね。あとそうや、この後握手会もあるんやった。さあはるか、行くで。え、握手会はさすがに代理だと。ええから、ええから、お客さんそんなにおらへんし気楽にやったらええて。そんな。まあ楽な仕事ちゃうわな、アイドルっちゅうんは。ありがとうございます、よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、またお願いします。今日はありがとうございました。沢村はるかちゃんやね。プリンセスリーグ見てるよ、これからも頑張ってな。あ、はい。おじいちゃんも応援してるからな。ありがとうございます。
お疲れさん。大変やったな。いえ、大丈夫です。そう、よう言うた。ほんなら事務所に戻る前に蒼天堀行って、堀江君が社長のお使いで買い出しに行ってるみたいやから、合流してこの後のスケジュール聞いてき。彼ドン・キホーテにおるはずやわ。わかりました。ああ、はるかちゃん、どうやった？ステージ無事にこなせた？ええ、多分。きつい営業やったと思うけど、この先いくらでも同じようなことあるから、くじけんと頑張ってね。はい。それで今日のこの後のスケジュールなんですけど。ああ、そうか、まだ社長から聞いてなかった。何をです？社長、はるかちゃんが戻ったら一緒に可愛い服見繕うんやって、流行りの店でね。え、今頃事務所で君の帰り待ってると思うで。社長、その話忘れてなかったんだ。思い立ったらすぐ行動の人やからね。さ、そういうことやからさ、急いで事務所戻ろうか。はい。おっと、その前に薬局に行かなあかなんだんや。薬局ですか？うん、社長の右手の怪我、まだ腫れが引かへんみたいで湿布を頼まれたんや。それなら私も行きます。社長の怪我気になってたんです。そっか、それやったら一緒に行こうか。はい。あ、ん？どうかした？これ社長に似合うかな。堀江さん、ちょっとこれ見てもいいですか？ゆっくり選んだらええわ。僕は薬局に寄って帰るから。すみません。そしたらあんまり遅うならんようにね。はい。よかった、これなら大丈夫。ありがとうございます。プレゼントですか？はい。じゃあちょっと放送用の包み紙を取ってきますね。あれ、はるかちゃんじゃない？何してるの？ね、やだ、ちょっと何そのダッサいブローチ、どういうつもり？何無視してんの？ここで何してんのって聞いてるだけでしょ。社長にプレゼントを。ああ、それでか、納得。そのダッサいブローチ、あのおばさんにぴったりだわ。ねえ、知ってる？あのおばさん、昔売れないアイドルだったって。デビューの時にポッと出てさ、あっという間に潰れて消えたんだってさ。ウケるでしょ。売れなかったアイドルに指導されて、あなた自分が売れると思う？決勝戦勝つつもりじゃないでしょうね。いい？教えておいてあげる。あんたただのかませ犬だから。よくある演出よ。プロデューサーの万田さんとうちの事務所で話ついてるんですって。はるかちゃんも事務所変えたら？あんな腐ったアイドル崩れのとこよりいくらでもマシなとこあるでしょ。やめてください。何、親切で言ってあげてんのに。そのひねくれたところもあのおばさんそっくり。それ以上社長の悪口言ったら。言ったら何？それ以上社長の悪口言ったら許さない。上等じゃないな。
でもいいの、うちの事務所ね、その気になればあんたんとこの事務所くらいあっという間に潰せるんだからね。それが嫌なら今すぐ土下座して謝りなさい。それとも終わってる社長と一緒にあんたもこの世界から消えちゃう？じゃあ連絡しちゃおう。あんたも社長もこれで終わりね。やめて。はあ？やめてください。何？口だけ？やめてください。頭は頭つけなさいよ。おい、何してんねんお前ら。いいじゃないの堀江。社長久しぶりね。二人とも元気？別に。はるか、お二人に土下座して差し上げて。え、どういうこと？ただし、あなたたち本当にいいのかしら。何がよ。昔と違って今のタレントにオフはないわ。あるとしたら自分の家の中くらい。一歩外に出たらそこは営業の場よ。ブログや SNS、 いい噂も悪い噂も一瞬にして世界中に広がる時代。こんなところで他社のタレントに土下座なんてさせたらどうなるんでしょうね。ライバルを蹴落とそうとして逆に自分が転げ落ちていったタレント、私も嫌というほど見てきたわ。あなたたちはその典型みたいね。行こう。前なんだか冗談が通じなかったみたい。うん、バカみたい。マイ、アズサ、元事務所仲間のヨシミで忠告しといてあげる。実力は嘘をつかない。ライバルを恐れるのは自分たちの実力に自信が持てないからよ。誰がそんな子ライバルだなんて思ってないわ。だったらはるかに関わってなんかいないで自分たちの芸を磨くことね。可愛いだけのアイドルじゃすぐに飽きられるわよ。行こう。はるか、ありがとう。これは。あら、私へのプレゼントじゃなかったの？でも違ったのかな。私に似合いそうなのを選んでくれたのかと思っちゃった。え？私そういうデザイン大好きだから。ありがとうね社長。さ、約束よ。今日はこの後買い物に付き合ってもらうわ。少し支度があるから一度事務所に戻って待ってて。いいわね。はい。すぐに戻るわ。事務所で待ってて。はるか、公演のイベントは大変だったみたいですね。
でもどんどん成長していますよ。あなたには教えがいがある。前のトレーナーもきっと悔しがりますね。レッスンをしたければいつでもスタジオにいらっしゃい。それじゃ。お待たせ、はるか。悪いけど少しここで待ってて。いくつか片付けたいことがあるの。すぐ済むわ。明日東京に行く予定なのよ。だから堀江にいろいろメモを残しとかないと。でもメモって社長左手で？ええ、荻田に突き飛ばされたでしょ。あの時右手を痛めちゃったからね。大丈夫なんですか？右手使えなくて。まあね、私もともとは左利きだったの。子供の頃預けられた里親にちゃんと右手で書くようにって結構無理やりしつけられてね。今時の子はそこまでやらされないんでしょうけど、まあそういう時代だったんでしょうね。さ、これで終わった。待たせて悪かったね。今夜の予定は全部キャンセルしたわ。あなたはもう出かけられる？準備はいい？はい、大丈夫です。なら行きましょう。毎日大変だったし、ストレスも溜まってるでしょ。今日は買い物に行って全部発散させるのよ。いいわね？はい。いらっしゃいませ。
人だ。曲を選ぼうっと。難しさを選ぼうっと。さあ始まるみたい。成績発表だ。クリア成功。